こんにちは、潜伏屋宗助の中村です。いつも潜伏屋宗助チャンネルご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回は潜伏屋宗助の商品ページの中から、人気のあった商品タイプ、商品アイテムですね、こちらの5月の人気のベスト5、こちらの方を発表してまいりたいと思います。第5位いきたいと思います。こちらのスキヤ袋になります。私のおすすめはこちらです。はい、スタッフ鈴木の、おすすめが出てまいりました。こちらは小羽織のスキヤ袋になります。潜伏屋のスキヤ袋、こちらの方の特徴は、トナミ織物の帯地を使って作っていることが、特徴になります。このね、スキヤ袋なんかも、非常にこの赤とこの黒の色のねコントラストが、はっきりしててね、非常におしゃれに使えるかなっていうスキヤ袋になります。いろいろなタイプ、作家物としてね、上坂節家さんのタイプであったりとか、いろいろなシリーズがありますので、詳しくはまた商品ページの方ご覧ください。第4位、返し入れになります。返し入れもね、同じく、トナミ織物の帯地を使って作ってる、返し入れになります。男女兼用で、使っていただけるということと、もちろん返しを入れることももちろんですけど、扇子を入れたりとか、あと替えの旅を入れたりとか、いろんなことをね、いろんな使い方ができるのも、こちらの返し入れの特徴になってきます。おすすめです。はい、再びベール織りのシリーズですね。はい、もう一回どうぞ。ベール織りのシリーズの返し入れです、はい、とてもなんて言うんでしょう、豪華なんですけど品があって、はい、で、あとこのベール織りのシリーズが何種類かあるんですけど、それもまた違う商品もおすすめです。はい、ベール織りっていうのが、この金糸ですね、白と金糸を使って、帯地の上にまさにね、このベールをかけたような織り方をしている帯地になります。非常にね、高級感というか立体感、奥行きが出てくるのが、このベール織の特徴でもあります。あと新作で、ドンス織りですね、絹糸の光沢を生かせる織り方の一つでもありますが、このドンス織りの新しいね、シリーズ、新しい柄のタイプの方も出来上がってきました。こちらもね、ぜひご覧いただければなと思います。ドンソーリはジュエルフラワーのシリーズが大人気ですよね。はい、このタイプもまた雰囲気がまたね、すごくいいんですよね。華やかな感じがして素敵ですよね。本当潜伏屋の中でも、定番というか人気の、ジュエルフラワー、こちらのシリーズ、色違いも作ったんですけど、それでもまたね、人気が高かったので、同じドンスのシリーズで今度新しい柄の方、こちらが全部で 3柄かな、作りましたので、こちらもねご覧いただければなと思います。第3位、こちらの名古屋帯のタイプ、こちらが、ランクインしてきました。バームクーヘンですね。バームクーヘンです。本当にこれね、織ってます。染めではなく織りのね、名古屋帯になります。非常にね、大胆で、でも実際これ帯として仕立てるとね、非常におしゃれに出来上がるのが、この名古屋帯、潜伏屋の名古屋帯の特徴でもあります。色がね、非常に綺麗でもあるので、で、生地に関しては、袋帯、トナミ織物である、袋帯と同じ糸、同じ織り方をベースにしながら作っているシリーズですので、反対に名古屋帯でしかこう表現できない柄もあったりするので、気軽にね、楽しんでいただけるかなというのが、この名古屋帯のいいところでもあります。柄もね、いろんなシリーズあります。またページの方ね、ご覧いただければなと思います。ちなみにシーズンは、真夏以外、真夏以外の3シーズン、を、使っていただけます。こういう大胆なバームクーヘンであったりとか、あと色がね、非常におしゃれに出来上がってくる、こういう名古屋帯もあったりもします。あと名古屋帯ということで関して、名古屋帯に関して言うと、この九寸のタイプと、あと八寸名古屋帯、こちらもありますので、ご覧ください。裏地をつけたら袋帯にすることもできる。できます。両方とも、ね、両方とも、
ページの方にもね、選択する選択できるようにしてますが、普通に仕立てて名古屋帯としてね結ばれる方もおられたら、裏地をつけてね袋帯として仕立てる方もおられますので、少しねちょっとその、そちらに関しては、分かりにくいなという方がおられたら、またお問い合わせの方をいただければ、お答えの方をしていきたいと思います。そして、名古屋帯の中でも、最近アップしたのがこちらです。昭和織の大使館道になります。こちらの方はもうすでにお仕立ての方をした、即納品になります。ご注文いただいたらねすぐお届けすることが可能になりますので、もしお気に入りの方はすぐポチッと注文の方いただけると発送可能な帯になります。第2位こちらを発表したいと思います。こちらは袋帯になります。で、袋帯もいろいろなタイプ、最近アップの方をするようにしています。特にオンラインの方でね、発表すると、限定ということで、こちらの、キャンディーサーカスの方、こちらの方の帯の方、お見せしておきたいと思います。銅版画家の、船田淳子さんのね、作品の方と、コラボさせていただいて、作ってるキャンディーサーカス。色目が非常にね個性的なのと、何よりこの柄の方が可愛くて人気の高いのがキャンディーサーカスのシリーズになります。他にも柄の方はねいろいろありますので、ぜひね扇風機のページの方ご覧ください。5月度の第1位発表したいと思います。第1位リキューバッグになります。扇風機屋宗介、ほんとページ立ち上げてから、ずっとね定番で作り続けていますが、やはりね、一番人気が高いというか一番注目度が高いのかなと思うのが、こちらの、リキューバッグのシリーズになります。帯地の方を、使いながら、特に最近はね素材としてはこちらのダックジュエル使うことによって、耐久性も高めている、リキューバッグになります。サイズから縫製、いろんなところね細部まで見つめ直して作っているので、実際ね使っている方からは非常に使い勝手がいいわっていうねお声の方をいただいています。それでは今回は5月の人気のランキングベスト5の方を発表させていただきました。今度ねまた6月のまた発表の方してまいりたいと思います。ランキング以外にも、またね、こういうの見てみたいなとか、あとご質問等あればね、お気軽にコメント欄の方に、入れていただければお答えの方、していきたいと思います。また応援のねメッセージなんかいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。この動画の方もいいなと思われたら、ポチッと、高評価ボタン押していただくのと、あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今回はこちらランキング形式の方の発表以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。